エドワード・オリバレスは、ベネズエラのミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。2014年7月に、トロントブルージェイズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグブルージェイズで、プロデビュー。40試合に出場して打率。314、1本塁打、2打点。 12盗塁を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズでプレーし、38試合に出場して打率。198、3本塁打、10打点、14盗塁を記録した。2016年は、アパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズでプレーし、15試合に出場して打率。七十三一本塁打、六打点。 一投類を記録した。2017年は A 級ランシングラグナッツと A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、2球団合計で120試合に出場して打率。269、17本塁打、72打点、20投類を記録した。2018年1月6日にヤンガービス・ソラーテとのトレードでジャレット・カークフと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 この年は、参加の A 級レイクエルシノアストームでプレーし、129試合に出場して打率。277、12本塁打、62打点、21、盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は、A 級アマリロソットプードルズでプレーし、127試合に出場して打率。 283、18本塁打、77打点、35盗塁を記録した。2020年7月23日にメジャー初昇格を果たし、25日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にて、7番右翼手で先発出場してメジャーデビュー。2020年8月29日にトレバー・ローゼンタールとのトレードで、 後日発表選手とともにカンザスシティロイヤルズへ移籍した。ありがとうございます。